頭を使うときにものすごく、じゃあ、あの、そういった生々しい部分に根ざしたところで合理的な分析を働くっていう。だからその例えば、ね、さっきおっしゃったそのね、ちょっと名前出てきた、あのフロイトもそうですし、今日一番最後に出てくるんですけども、ジューのマルクスがいますよね。ね、そんな風にこう、ね、やっぱり貨幣とか、貨幣の問題であるとか、あの経済の問題であるや、性の問題であるとか、こういうのは全部金銭的なテーマですよね、いわばね。そういったものについて非常に生々しく捉えながらも、それを言語化していくというね、体系作っていくっていうところで、非常にこのね、帽子の人たちの学級というのはどんな風に出るかっつったら、やっぱりそんな風な現れ方をするんだなという感じですね。確かめながら不動ですよね。不動ですよね、やっぱりね。まあ、カレーマカさんあんまりないですよね。この人たちも、ちょっと本読めば分かるんだけど、何度も何度も命題繰り返して、畳みかけるようにして、最後にストーンと結論を持ってくるみたいな、そういう方知ってる人多いですよね。やっぱ自分で一個ずつ腑に落ちてから次進むみたいなやり方なのかな。なんか話ですけど、うち大志が多いんですよ、先輩。で、最後までいるのにやっぱり、腑に落ちるまで。ご兄弟がそうだった。ご兄弟もそう、大志さんに結構囲まれてる。ご兄弟以外にも、はい、生徒さんが大志が多いんですよ。まあ、アロマはね、牛ばっかりですよ。もうもうもうも言いながら、まあ、集まってきますよね。先生術も意外になんかこう、数字と大志だと結びつかなかったんですけど、結構先生術好きも多いですね。あのね、あくまでもね、数字飛び抜けた感じではないと思うんだけど、気になるんだと思うんですよ、その理解してないとね。で、私本とか読んでもね、なんか言ってること分かんない場合もうすっごい気になって気になってしょうがないんですよね。分かるまでやるみたいな。データ主義になりがちな部分は結構あると思いますよ、だから。で、なんでデータ集めるかちょっと分かりたいからみたいなね、どこからですね。ブロックサイトじゃなくて、あとどうでしょう、もう弓道でクリスマスツリーよろしいですか。人なんかで、でもみんななんか豊かそう、豊かそう、ディフェルスだね。なんか本当クリスマスツリーみたいな存在でほんわかしてみますよね、皆さんね。なんか温かくて、なんかこう寒い風にあったかいみたいな感じですね。10番いきますか。ここで、ね、はい、1回止めましょう。うちの弟も、あ、そうなんですか、うん、弟さんが、ね、ここで10度で1回消化とか入るんですけれども、これはどんな感じですか。その第2のレベル6度から、10度というね、情緒的文化的な、レベルですけれども、でこの中でその、ね、手探りのアクショナルな、その1度から5度、それに向けて、もう少し人間らしくというね、情緒的文化的な発展ということに行くわけが、行ったわけですけれども、でその中でこう今までやってきたように9度でその豊かさっていうものをこうね、こんな風にこう自分の内面に見出すという、そういう展開になっていったわけですけれども、じゃあここで10度っていうのはどうなったかっていうと、まあそれがず、今度こそそれはもうあの次への展開抜きにして、ちょうどもう起承転結で結を迎えたっていう感じに、思っていただければと。でそのでさらに発展的な話として言えることが、その、自分のも所有とか持っていることであるとか、その物質的な充足とか、そういったものに縛られてないっていうような部分が、そのここまでの6度からの話の中でちょっと出てきたと思うけれども、それがこうじゃあ今度はあのこの赤十字の監獄っていうシンボルが示しているように、慈愛であるとか愛であるとか、ね、そういったものへの転換というのがね、物質からそういったものへの、あの関心の移動というのがここで見られている。それが情緒的文化的なあり方の、総括というかね、あの仕上げまとめという形でこの授業で出ていると。これ
皆さんがおっしゃってるおうし座らしいじゃあおうし的な不合的な貢献とは違うわけですね。不合的なその迫害というようなあり方というのがまたなくて、うんうん、そのね愛の人間性の貢献と書きましたけれども、うんうん、その自分の、社会活動の一つとしてね、うん、あるいは文化的な活動ということにもなりますけれども、うん、世の中との関わりにおいて、うん、愛をテーマに置くというか、ね、うん、基本に置くというか、うん、そういった行動のスタイルへとか、うん、ものから、うん、ものから離れてそっちにシフトしていくという、うん、そんな感じにね、うん、捉えていただければと、そういう度数だよと、うん、これ霊能者のエリス・フィラーさんは赤十字の看護師さんたちが立ち働いている様子見えてるんですか？見えちゃったんですね。確かこれ一番だから、あれですよね、ルディア版でも全くいじられてないんで、うんうんうん、私ねちょっと赤十字でねちょびっとだけボランティアしてた時があって、あ、 そうなんですか、でその時にね、その今この江さんっていう、まあ、あの人が理事長なんですけれども、うん、あのその人とか赤十字憲章って一度読んでみられると面白いと思うんですよね、うん、あの救いたいってことがね一番重要なんですよ。つまり国にとらわれずに利害関係に関わらずに、とにかく目の前に、うん、手を差し伸べてる人いたらその手を取りなさいみたいな、それが本当になんか封建中そのものの文章ですよね、うんうん、まあ、非常に排他的であるという感じですね。関係なくて人の利害もね、だけどここからその救いたいって気持ち的にはお牛座的な頑固さっていうか、うん、ある種の揺るぎないものがありますよね、うん、それについてのってことですね、うん、そうですね。だって比較してたら、うん、状況とか国とかによってゴロゴロ変わるじゃないですか、うん、じゃあスイス救うのかフランス救うのかってなっちゃって、そういうのいいよってなってて、一つの柱みたいなものがズバーンって立ってるんですよ、うん、それがなんか、うん、5度の総括ふさわしいかなとちょっと思いますけどね。この度数雇用の人はいずれそうしたことになりますね。多かったですね。あのボランティアやっぱりもともとやられてたり、あと何かやっぱ仕事っていうものに関してね、ある種の使命感を持ってますよね。でやってる人、まあ看護師さんも多かったですよ実際。看護師さん。それでこの言葉を言うとね、やっぱりみんなびっくりするんですよ。私看護師さんなんですけどって。それも そのままです、ね、そうそう、赤十字系のとこ多かったりね、割としておかしかったですね。職業がそのまんま、まんま出た場所ですね。だからまんまになる時っていうのは多分そのさっきミュウさんおっしゃってたアカシックレコードの中でも、うん、普遍的なイメージが職業として降りてきた時、これでしかないって職業ってあるじゃないですか、うん、音楽家のね、歌手とか、それは今でも通用するんじゃないかな、うん、まんまの職業で出るみたいなね、うん、気がするんですけど、うちの弟が、うん、弟さんのお仕事ですか、別にこんな自分で普通のサラリーマンなんだけど、うん、ただ、うん、ここちょっとあるかもしれないけど、ちょっといつもになったの、うん、ああ今、うん、で、うん、で、うん、まあこれから新たな仕事って言った時にこの度数だから、うん、なんかそういう系の方がいいんじゃないって、だからアロマとか勧めてるんだけど、好きだけどそこまでいかないみたいな感じだけど、逆にどういう職業なんだ向いてると思いますか？今のお話でしたら、うん、そのなんかそういった体験を踏まえてケースワーカーとかね、うん、あーケースワーカーね、いずれなんていきますよね、うん、っていうのは、うん、あの十分その可能性として考えられますしね、うんうん、で、うん、仕事っていうのを考えたら、うん、そのキーノートに現れているようなね、うん、その万人のあれの深い結びつきっていうことで、うん、そのボランティアであるとか、うん、その相手的な行動っていうのはそれ親和性高いと思うんでね、うん、ボランティア活動に参加させればやる気になってくる、うん、そうですよね。まずはそういったところを通じて、うん、あの少なくとも社会との関わりっていうものを持つ意味で、その、うん、その段階ではちょっとやってみるっていうのはありなのかもしれないですね。ただ押しで閉じてる感じがするんですけど、うん、ここでどうなるの、うんうん、もし閉じてると言いながらも、そこで一応こうその10度までの完結として総括として現れてるのが、少なからずその人とのつながりっていうね、あのそれがテーマになってたわけだから、そのね、6度が何つってもその橋ですからね、橋を架けるっていうこと、人と接点を
っていうことから始まった6度があって、でそれがこの10度でどんな風に結実したかっていうのがこれなわけでね、あくまでもフォーカスがあるのはその人との関わりということですからね。でもなんか双子的なコミュニケーションとかそういうものではないですよね。非常に自分がそこまで あれを得るとかあれを捨てるとか、そんなことをこの6度から中でも惑いながらこう来たわけだけれども、で10度ではどうなるのかっつったら、少なくともじゃあそういったものを抜きにして、あの物質的なものを抜きにして愛を基調にして人と関わるっていう方にまずそっちにフォーカスを向けるわけ。この愛が弟さんにとって何であるかですよね。その場合ここに共感できないと多分入っていけないんだ。なんとなくどうしても救えたりとか、そういう思いが生まれないとか、そうっていうことになりますよね。ちなみにその赤十字の楽の絵さんでね、赤十字設立のアンリー・デュナンと同じ誕生日だって。だから関心持っちゃったんで、あとで誕生日分かったらしいですけど。だからね、弟さんここにサビアン出てるならこれそれこそ赤十字募集してますよ。そうですよね。なんかネットとか見るそうですよね。行かれてるね、チャレンジしてみるのも面白いし。そうですよね。という気がしますね。じゃあさ、アロマの人も多いですか？多いんですか？アロマの人多いですよ、やっぱり。例えば、お客さんとか生徒さんで。星座多いっていうのあるんですけど。どんなイメージしますか？やっぱり、人を癒したい。癒したい。どっちかというとトリートメントから入る人ですよね。五感だからか分かんない。トリートメント以外の道っていうか入り方もあるんですか？まあ、勉強しに来てくれるんで、今 OL やってて、でトリートメントやってとかって。でもここの人たちが独立してなんかビジネスになるかって言うとちょっとね、わかんないですよね。だから意外と先生術もやりたくてって重なってるのが来るんだけど、まああれですよ ね、ここ情緒的文化的側面があるから、まあいろいろ派生するんでしょうね。アロマからいっぱいのところも、そうです ね、なんかボランティアでハンドトリートメントだったりとかね、そういったのもあるし。